本日はこのバッテリー、まあ長持ちさせるためにはどういうような管理をしたらいいのか、メンテナンスをしたらいいのかっていうのを、まあ、説明をしていければなとは思ってます。まずバッテリーっていうものに関しては、携帯とかと同じように、まあ 100% 溜まっているところから 0% まであってですね。まあやっぱり携帯とかとも同様に、0% でずっと放置していくと、バッテリーっていうのがすぐ交換のタイミングを迎えてしまったり、早い人ではもう1年未満で交換してしまうっていうことがあります。まあそれに関してじゃあどうやって防ぐのかっていうのだと、もう本当に一つしかなくて、定期的なバッテリーの充電っていうのが必須にはなってくるんですけれども、あくまでも理想にはなるんですけれども、バッテリーの管理としては、まあまずシーズン前、4月5月とかですね、乗り出す前に一旦満充電までしていただく。でその後まあ通常通り楽しんでいただいて、シーズンオフになった、まあ大体9月とか10月、まあ早い人で9月ぐらいですね、でもう一度充電していただく。まあその際もちろん端子っていうところは外していただきたいんですけれども、外していただいて、で 100% までその9月10月に戻していただく。そのまま特注保管していただいて、徐々に11月12月とか時間を経過するごとに、やっぱりバッテリーっていうのが 80% 50% とかって減っていきます。おそらく次のシーズンまた頭に差し掛かるときにもう一度 100% にしてください。それをする理由としては、本当にまあやっぱりバッテリーっていうのは一番下まで本当になくなった状態よりもある状態で放電させるっていうのが理想にはなるので、ジェットも同じようにこういうような充電サイクルを取っていただくっていうのが理想です。続いて、どう何でバッテリーを充電したらいいのかっていうところの紹介にはなるんですけれども、このバッテリーの充電器、モトバットのウォーターボーイっていう、バッテリーの充電器があるんですけれども、これは1アンペアで充電できる充電器になってまして、いろんな機能が備わっているものにはなるんですけれども、これはまた後ほどご紹介できればと思うんですけれども、ほとんどの人が例えば車の充電器は持ってるけど、こういうようなちょっと小さいアンペア数で充電できるバッテリー、充電器っていうのを持ってないっていう方がいらっしゃるんですけど、あくまでもこのバッテリーって車と比較すると、すごいちっちゃいバッテリーにはなるので、車の高圧で、充電してしまうと、やっぱりそれも故障の原因とかになってきたりするので、まあやっぱり1アンペアぐらいでゆっくり充電をしていただくっていうのが、やっぱりバッテリーの持ちにもつながる部分だとは思うので、バイクとかで使われるようなバッテリー充電器であったりっていうのを使うことをお勧めしてます。続いて、このバッテリーの充電器の説明にはなるんですけれども、このモトバットのバッテリーの充電器に関しては、これはですね、こういうような家庭用充電器の充電プラグで使えるようなもので、こちらを挿して、こちらをコンセントとかに挿していただくと、こういうふうにロゴがまず点滅します。でこれの特性としては、まずその充電していただくときに、やっぱりこういう端子とか当たってもバチバチってなるようなことが全くありませんよだったり、あとはこういうふうに端子を例えば逆につけてしまいましたって言ったときに、逆ですよっていう、こういうアラートが出て充電ももちろんされないですし、あとは通常にこういうふうにバッテリーをプラスマイナスでつけていただくと、まずはゆっくり充電しましょう。その後、力強く充電しましょう。で、最後にゆっくり充電しましょうという、こういうステップ。今、ちょうど満タンに、ノラルまで使ってるんですけれども、満タンになると、これは、充電自体止まります。なんで、電気の供給がもうなくなりますね。なので、じゃあ、例えば本当に満タンになったからすぐ取らなきゃいけないっていうことも全然ないですし、この場合止まるので、まあ、次気づいたタイミングで、こういうふうに取っていただくっていうもので、問題ありません。で続いて、まあ例に挙げるとシードゥのこれ RXT っていうモデルにはなるんですけど、これをじゃあどうやって充電するのかっていうところにはなるんですけど、
まずシートとか、あの一般的にまあヤマハ、川崎どちらも一緒なんですけれども、まずバッテリーを取り外すっていうところが大変めんどくさかったり、ちょっと手間がかかったりっていうものはあるんですけど、このコードですね、まあもちろん今コンセントにもついてる状態で、この端子のコードもすごく長く作られているので、本当にこのまんまバッテリーを取らずにもアクセスできるっていうところがありまして、でバッテリーを充電するときなんですけれども、こういうふうにバッテリーを取り外さずとも、このまんまバッテリー端子につけてもらって充電を、このようにですね、今充電開始されてますよっていうのがここに出るような状態なので、ガレージとかで保管していただいてる際もうバッテリーをそのままなんかボルトとかでついてる機種とかもあったりするので、まあその辺がストレスなく充電がオフシーズンにもできて、またシーズン再開するときに充電していただいてっていうのが容易にできるようになっているので、バッテリーとしては3万円とかもするようなものにはなってくると思うので、長持ちさせて2年3年4年5年ぐらい同じバッテリーを使っていただければなとは思いますので、こちら便利なものになりますので、ぜひぜひご検討ください。このチャンネルは三重県四日市市にある国内最大級ジェットスキー専門店 JSP 東海が役立つ情報を配信しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。